えー、プーさん、こんにちは、結果の、えー、連絡、遅くなりました、あれから調子が悪く、えー、スマホケースのガラスで自傷して暴れたり、えー、起き上がれない状態が続いたり、えー、保護隔離されたりで、 えー、使用の許可も出なくて連絡できませんでした。すみませんと。別にすみませんのんことはないですけど。えっ、ー、と、先生に母と母の彼氏の家に行くことが厳しいことを伝えた結果ですが、えー、グループホームを系列でやっている精神科の病院にひとまず転院することをあ、する案が出ましたと。その話を母にすると、その病院に知り合いがいるらしく恥をかかせないでと怒られてしまいましたと。それで母は父のところに行くように話を進めてますと。えー、父は過去のことは反省しているから昔のことは 忘れれて楽ししく暮らしと言われました過去初めて知ったのですが過去に私にしたお詫びを毎月10万ちょっとぐらいお金をもらっていたと教えてくれましたと病院の先生には母が話したらしく父の家の近くの病院で通院とカウンセリングしながら家族の関係を築き直していく方向で話がまとまったらしいですと。なので結果としては 怖いし不安だけど退院後は父の家に住むことで決定しそうですと。まだ私自身が受け止めきれてなくて混乱していてよくわからない分ですみませんということで。まあでもまあ行き先がまあ決まったんだね。まあよかったよかったそれだったらね。うん。はい。ということでね。えー、まあよかったと思います。まあ一応報告ってことなんでね。はい。ということでじゃあ報告、えー、受けたまわりましたっていう。